様々な色とサイズの人間用ビストリップ。ビストリップは鼻のブリッジに貼ることで鼻光側面の軌道の拡張に役立てられる接着包帯の一種である。これを使用すると呼吸をより容易にすると信じられており、そのため運動中の呼吸改善や鬱血を減らす目的、またいびきを防ぐために使われている。しかし一方で、いくつかの研究結果ではこれに、 パフォーマンス向上の効果がないことを示してもいる。人間への利用のみならず、同様の理由で競馬で刺激される馬にも使用される。これを使用することで、軌道抵抗を減らし、運動誘発性肺出血のリスクを下げ、疲労を減らし、運動後の回復を助けると考えられている。ピストリップを身につけている、グリッドアイアンフットボールの選手人の場合、ビベンは、 鼻孔の最も狭い部分であり、運動するときにこの領域は陰圧にさらされて小さくなる。ビストリップは鼻の皮膚に接着し、全鼻孔を開いたままにし、それが潰れるのを防ぐ効果がある。適切に適用されると鼻孔のスペースを持ち上げて広げることができる。ビストリップは薬物を使用せずに軌道の流れを維持することができるものとして、 一般用医薬品として販売されている。また、接着剤による皮膚への刺激以外の副作用は報告されていない。ある研究では、ビストリップが人間の鼻の前方3センチメートルの微空溶石を増やすのに有用であり、その目的のために点微薬の代わりになるかもしれないことを示しているが、一方で、後部鼻孔のう血には特に役立たない、ともしている。また、 ビストリップはいびきの騒音を減らし、睡眠の質を改善することも証明されている。テストでストリップを着用した被験者は、ストリップが呼吸を促進するのに役立つと信じられている。特にマウスピースなどを着用する必要があるなどで、口よりも鼻孔からより多くの呼吸を必要とするアスリートが特に関心を寄せている。研究報告では、これが必ずしも 運動能力が向上することを実証していないが、それらの着用者は運動中の呼吸困難、または息切れがはるかに少ないという。カリフォルニアクロームが着用した馬用のビストリップ馬は口から呼吸することができず、鼻孔からしか呼吸できないため、ビストリップの着用は顕著に役立つと考えられている。馬の身体構造は人間と同様に、 身体運動によって生じる陰圧によって、微弁が崩壊するため、ビストリップはこれを防ぐのに役立てられる。ビストリップ着用には、パフォーマンスの向上させるよりも、運動誘発性肺出血を防ぐことを主目的として使われる。馬用のビストリップは1990年代に、ジェームズ・チャペタとエドワード・ブラックの二人の獣医によって、開発されたものである。 彼らはトレッドミルで馬を観察し、運動中、馬の尾空も人間同様に狭くなっているのを確認し、これの開発に取り掛かった。1997年に二人は人間用ビストリップのブランド、ブリーズライトを製造した会社である CNS とのライセンス契約を締結した。馬用のビストリップは、1999年のブリーダーズカップと2000年夏季オリンピックで最初に、 公に使用されたその後2001年に二人は CNS と別れ独自の会社であるフレアを設立している。ネーザルストリップを着用して競争に臨んでいた馬で有名なものにアメリカ合衆国の二冠馬カリフォルニアクロームがいる。2014年に同馬が来日することが検討されていたが日本においては日本中央競馬会が2000年2月23日に ネーザルストリップの使用禁止を発表しており、来日交渉の折にも日本中央競馬会がネーザルストリップの着用を許可しなかったために破へとなっていた。ありがとうございます。